前に、はい、マッドマックスは北斗の拳のパクリみたいな、はいはい、話をしました、うん、今日は、まあ、その第2弾じゃないんだけど、はい、ターミネーター2は、はい、寄生獣のパクリという話題をしたいと思います。はい、まあ、マッドマックス2はマッドマックスは北斗の拳のパクリかっていうふうに言われてるけど、それは逆ですよっていう話なんですけど、はい、今回はあの有名な、はい、ターミネーター2、はい、が寄生獣っていう漫画があるんですけど、右、あ、知ってる、あ、知ってんのか、一応これやね、右、右新一、うん、右手に寄生してるから右っていう漫画があるんだけど、それがターミネーター2にパクられていると。これですよね、寄生獣といえばこう頭に寄生生物が寄生してものすごい刃物に変形したりして人間を食うと。で、主人公の新一に寄生したのはミギーなんやけど、それは本当は頭を乗っ取るつもりやったんやけど失敗して右手に寄生してしまったという話や。ああ、そうなんですね。そういう始まりやねん。で、他の寄生生物は頭乗っ取って、うん、人間を食うっていうのは、うん、大筋やねんな、うん、で、これその寄生生物と新一対ミギ、新一&ミギが戦ってる姿ね、うん、で、この右手が刃物になるとかさ、うん、何にでも変形でするとかさ、まあ寄生獣は頭が変形するんだけど、うん、その変形して刃物になるっていうのはもうターミネーター2な、似てませんか、うん、似てる、似てるよね。これ、ね、T-1000 っていうターミネーター2に出てくる、はい、敵ターミネーターなんだけど、これ、はい、おばはんに変身してんだけど、まあ、本来はこういう、はい、こういうな、これが T 線の標準ズボーって言って、あ、こう、もうこれ、この映像衝撃的、何回見ても好きやけどね、これこのガーンって裏返って、こう裏返って、このズボーっといって、こう頭やったのが手になって、ドーン、もうこれもう衝撃やろ、これもう気持ちよさ、このこの、これが T 線なんやけど、でこれがおばはんに変形して、これジョン、ターミネーター2に出てくるジョン・コナーのおばさんやな。おばさんに変身して、何でも変身するのよ、T 線は。で、手が刃物になったりする。で、これって、寄生獣似てませんか？似てる。で、ターミネーター2は、はい、寄生獣のパクリじゃないかっていう話が、当時あったんや。これ実は、はい、マッドマックスは北斗の拳のパクリっていう、ちゃうわ、そうやな、マッドマックスは北斗の拳のパクリっていうのは逆でしたけどね、北斗の拳がマッドマックス2のパクリやってんけど、ターミネーター2は寄生獣のパクリっていうのはあながち嘘じゃないね。あ、そうなんだ。あながち嘘じゃないじゃないかって言われてんのやな、これ確定のな話じゃないんやけど、実はこのターミネーターの監督ジェームス・キャメロン、後にタイタニックとか、うん、アバターとか作る、はいはい、売れっ子さ監督やけど、もう俺はターミネーター2が一番最高傑作やと思うんだけど、タイタニックもおもろいんだけどな、でもターミネーター2のこの鮮烈な映像には絶対勝ってへんと思うから、ヒットはしたけどね、タイタニックの方が。まあまあ、だから同じ監督やからあえて比べたけど、うん、ジェームス・キャメロンは実はこの寄生獣のこの変形とか刃物になるとかいうのをパクったかどうかは置いといて、下手したらパクリって言われかねんし訴訟問題になったりするんちゃうかっつうことで、この寄生獣の権利を買った
って言われてんねん。本当にこれは。あで、それも都市伝説でずっとそうなんちゃうかと言われてて、はい、まあ今でもはっきりした確定はされてへんねんけどな。されてへんねんけど、信憑性は高いと俺は思ってる。俺はどっちも大好きやから。ほら、映画の最高傑作はターミネーター2やと思ってし、漫画の最高傑作は寄生獣やと思ってし、それぐらいどっちも好きやから、まあどっちも興味があるんで、好きなんやけど、多分、そうやと思うわ。キャメロンが権利を買って訴訟されるのを防いでたっていうのはパクったかどうか置いといてな。このアイディアをパクったかどうか置いといて、訴訟されたら嫌やなということで、権利を買ったというのは本当やと思ってます。ちょっとまあ状況証拠なんやけど、寄生獣のアニメと実写映画が割と最近あったよ。はいはい。割とあったじゃん。2017年やったかな。15年か。テレビアニメ。テレビアニメが2014年10月から2015年3月まであったよな。まああの実写映画もそれぐらいに。俺の嫌いな山崎隆監督やけど、俺見てないねんな。原作を台無しにすることでおなじみの山崎隆監督が監督やから、俺はもうがっかりしたくないんで、もう見てません実写映画は。割とええっていう話やけど、割と評判悪くないっぽいけど、でもがっかりしたくないんで見てないんやけど。で、だから、なんか遅くねっていう話や、その、テレビアニメ化されるのも、実写化されるのも、原作が1990年ぐらいの作品やから、寄生獣のな。それ、もっと80、90年か。90年に連載スタートで、95年まで連載されてたんやけど、もうあれには遅いよね。そうですね。もう二十何年経ってますやん。これはやっぱり、キャメロンが、ジェームズ・キャメロンが権利を持ってて、はいはい、アニメ化とか実写ができひんかったからっていう。あで、権利が切れたから、こう、ダーンとアニメ化も、実写化も。ああ、なるほどね。やったんちゃうかっていうのは、これは信憑性高いと思ってるんですけどね。だから、はい、ターミネーター2は、寄生獣をパクったというのは、はい、あながち間違いではないっていう。ちなみに余談になりますが、これが、はい、寄生獣に出てくる最強のキャラクター、後藤っていう。頭にも寄生してるし、右手、左手、右足。いや、これネタバレになんねんけどな、実は。めっちゃネタバレなんやけど。はい、最強のキャラクター、後藤っていうのがいいんだけど。名前は後藤？後藤、だから5人。ああ、そういうことか。もう5つ、後藤。寄生してるから後藤っていう、まあ、ちょっとシャレった名前がついてんだけど、自分でつけとんねんけどな。これはこれですね、あれですね、はい、何か言いませんけどね、はい、ここに、はい、こういうこれパクられてますね。富樫はもう堂々とパクっております。富樫やるなっていう、もう完璧にこれ後藤ですね。あ、ユッピー対ナックル。あー言っちゃったー。ナックルちゃうわ。何やったっけ、こいつ。こいつの名前忘れて。あ、私も名前忘れちゃった。ナックルと。忘れた。ナックルはあっちやな。ナックルじゃない方。名前忘れた。っていう話です。はーい。以上。